はい、どうもゴリです。今回はですね、豚キムチチャーハンを5分で作っていこうと思います。前回のね、反省を生かして、今回はですね、後ろでここで調理します。で、こっちで切ったりとかをしていこうと思います。前回はね、あのハンバーグの動画を見てくださった視聴者さんは分かるんですけども、火災報知器が鳴っちゃいました。なのでこっちで切ってこっちで炒めるって感じです。ってなわけで、まあ材料紹介しようと思います。はい、材料がですね、豚バラと冷やご飯と卵1つ、こちらキムチで、調味料もね、あの至ってシンプルで、ごま油とお醤油で塩、これだけです。それじゃあ5分測っていこうと思います。前回はね、前々回とともに、失敗してきたんで、今回は5分でできるように頑張っちゃうぞ。じゃあ行ってきます。じゃあ5秒前、4、3、2、1、始まりました。まだ火つけていく。んで、豚バラを切っていきます。下味つけます。ごま油と醤油、わー、無理だ。で、味付けていく。よし、そしたらやっていく。ごま油入れて完成する。いいペースじゃない？やっていく。火が足りなかったら、これして火を鳴らして、次にしよう。 OK、 あと20秒しかさらに固まった。いい感じじゃない？はい、できた！どう？はい、完成しました。ちょっとね、あの形整えました。まあ多分ね、美味しくできてるんじゃないかなと思います。味一つも見てないですけどね。それじゃあいただきます。美味しそう。あ、辛っ。あ、うまっ。辛うまー。うまいじゃん。美味しい。うん。今回はね、5分で、できたんでね、今日は勝ちです。僕の。じゃあまあ皆さんも、ぜひ、作ってみてください。じゃあね、また、次の動画でお会いしましょう。